こんにちは、林もふるんです。今日はですね、皆様のおかげで YouTube のチャンネル登録者数が400人なりました。で、あ、拍手忘れてた。で、そこで日頃のご愛顧を感謝して、今回のみ、毎回全プリだったんですけど、今回はちょっと手間かかっちゃったんで、1名様にプレゼントをご用意しました。それをちょっと内容をご紹介しようと思います。ちょっとボロいんですけど、ローディットペーパーバッグを作ってみました。初めはですね、夢かわいいを基調としていたんですけど、だんだんかけ離れてきまして、わけがわからなくなりました。まずご紹介していきましょう。どこからかな。これを取っていくと、クリップを取っていって、まず外見からいきましょうか。これはですね、まずいっぱい便箋を持っているので、レターセットを持っているので、このシンプルな可愛い鳥さんのレターセットと、ここに紙に入ってるのは、お裾分けの、これこの間神戸じゃないんで名古屋で買った、デザインペーパーのお裾分けをしてあります。これが 1,2,3,4 枚と、でこれでディバイダーとか作ったら可愛くなると思います。ほい、それと中はこれだけだ。で、あとはこの外ポケットなんですけど、これは名古屋のフラバニさんで買ったテープ、リボンを貼って、上にマイメロちゃんのクリップを挟みました。で、ちょっと挟めないですね。で、これがお茶なんですけど、香港のミルクティーで、これが美味しいんですよ。これ向こうでよく飲んでるんですけど、これを買ったので、行って買ったわけじゃなくて、お姉ちゃんが買ってきてくれたの、横流しなんですけど、あとこれは、日本のです、日東紅茶のフルーツティーで美味しかったので、これも1本お裾分けで、あとこれはですね、文具女子博で買ったなんか匂い袋みたいなやつで、まあ、タンスの中に入れてもいいし、お手紙の中にも入れてもいいしっていうやつみたいです。なのでジップロックの中に入れておきました。こんな感じで、これは韓国の作家さんのポストカードで、これはインサドンってところでいつも買うショップなんですけど、これをお裾分けします。これはね、向こうでしか買えないので、絶対日本じゃ売ってないやつです。猫が好きな人はいいですね。これを挟んであります。で、続いてこれはフライングタイガーのチケットが2枚挟んであります。で、あとはメモですね。ポチ袋と、いろんなメモ。この辺はサンリオが多いですね。ほとんどサンリオだな。サンリオ好きな人は
嬉しいかもしれないです。この辺も全部サンリオ。チャンネルを登録したのは2013年って書いてあったんですけど、その開いただけで何にもおかしくなくて6年も経っちゃって、それで去年から本腰6月からかちょうど1年とちょっとぐらいなんですけど、その当時で登録者数4人とかだったから、それもしかも身内ばっかりで知らない人がこう登録してくれるっていうのは本当不思議な感じがします。こんな感じで、いろんなのが一揃い入っています。これをちょっとクリップでギュギュってやって、で、多分誰も欲しがりませんけど、サンクス YouTube 400って書いてあるんですね。その裏にね、多分誰もいらないと思う、私のサイン入ってる、いらないよね。なのでこれを1名様ですね。今回は全プレ厳しいんで全プレにしてあげたいんですけど、本当このペーパーバッグ作るのがえらい手間かかっちゃったんで、なかなかもうできないなっていう感じです。でお茶を入れますね。香港のお茶やっぱり向こうでしか買えないので結構貴重品かもしれないです。よいしょ、入れて、で便箋も入れときます。ちゅうかラーセットで、わかんない、先頭の番号だったから A って、アルファベット A って入ってますけど、 A さんで、クリップこっちに挟んで、で、これだけだと思ったら違う、裏見て、なんかツアーのおじさんみたいな喋り方なんですけど、裏にポケットを作ってあって、これは待ってね、韓国のマネットさんって作家さんなんですけど、それのなんか楽しみ袋みたいなの買ったらいっぱいシールが入ったので、そんなに私シール使って言っても他にいっぱいあるの でこれ めんどくさいんですよ、いちいち切らないと1個貼れないんですよ。なのでめんどくさい人はこれを1枚ペロって貼ってパンって貼ったらいいと思います。これ3パック入れときますね。でこれだけだと思ったら違う、いつも去年作った手帳のディバイダー、オリジナルディバイダーなイラストのディバイダーなんですけど、それを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚ワンセットです。裏はリベリーベさん、リベリーベさんのデザインペーパーを使ってあります。1枚1枚全部裏も違います。で穴もちゃんとパンチして切ってあるので、すぐ手帳に使え、表紙にも使えるし中にも使えるようにしてあります。でサイズは本当はその当たった人に聞いてから作ろうかなと思ったんですけど、英語一択でお願いします。英語の手帳持ってないよっていう人、買いましょう買いましょう、クリップブック買いましょう。クリップブック推薦委員会としてはぜひ英語サイズのクリップブック買ってください。なのでこのディバイダーと
ドリットペーパーバッグの2セット1人様。どうしようかな、先着ではなく、今回はあのツイッターとかのフォローとかもなく、どうしようかな、まあ YouTube のコメント欄に欲しい人は希望ぬってもう死語でしょ、希望ぬって希望ですって書いてくだされば、抽選券ありという、抽選か優先券ありというふうにしましょう。で1名しか来なかったらそのしめしめそれだけでもう大当たりということで、よかったらこれと使ったり飲んだりしてください。これですね。何が大変ってやっぱこれが手間かかりました。なんつうかね、手先が器用じゃないっていうことが改めて分かりました。本当にもうこの辺なんか見たら分かるけど、結構ボロというか汚いんですけど、仕上がりがなんか剥がれちゃったりして、まあ、うまく調節はしたんですけどね。まあこれを1名様、いつまでにしようかな、その動画が上がってから1週間にしましょうか。1週間余裕を見ましょう。で、あ、もうこれ以上来そうもないなってところで私が締め切ります。私法律になっちゃった、私が法律になりましたけど、というわけで申し込み希望者、あ、申し込み希望者か、プレゼント欲しいよ希望者さん、これから受け付けますのでよろしくお願いします。本当泣いても笑っても本当今回は1個だけしかないです。1個っていうか1セットしか作ってないので、まあ来なかったら誰かにあげちゃいます、友達に。なのでよかったらどしどしご応募くださいませ。楽しみに待ってます。これからもでは、モフルの、動画を楽しみに待っていてくださると嬉しいです。それでは今後ともよろしくお願いします。次はちょっと大きくなって500人企画やりましょう。その時はまた何か考えます。似たような感じになっちゃうかもしれませんけどね。またその時はよろしくお願いします。では今日は最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。林もふるんでした。バイバーイ。